ザ、ザ、ザブドン運びます。山田です。いや、刹那圭介です。第3話やってきまーす。はい。第3話、魔王城に一番近い町、コンプレアンの、魔王の支配とか受けてないんだろうか、一番近いって。てか第3話ですでに、もう魔王城に近いところまで来とんやな。勇者一行は魔王城へとたどり着く前に一度準備をしておこうと町に立ち寄ることにしました。しかし赤い人は立ち入り禁止という看板が立っているみたいです。これ前回の話。あなたは赤を基調とした服装をしているので看板に書かれている赤い人に当てはまるのではないかと、その場の全員がそう考えます。どうしますか。ははは、まあ、山田推しがきついわ、お前。前々からさ、山田であることに誇りを持ってるわ、この勇者は。やってみようか、これ。赤い人じゃなくて、山田なんですけど。そう、あなたは言い放ちました。赤い山田って。てか、むしろ、商店の山田さんは赤いわ。商店の山田さんが赤以外を着ているところはあまり見たくないわ、これ。ああ、それはもうわかっている。お前が山田であることを否定する人はここにはいないんだ。胸を張って思う存分山田でいろ。でもね、この町の人はね、あなたが山田であることは知らないんですよね。残念ながらね。あと赤かどうかっていうのがね、今の命題であってね、関係ないんですよね。自信を持っていいっすよ、山田の兄貴。あなたはもう山田である自信を否定されることなく受け入れられているようです。なんて素晴らしいことでしょう。そう、人のことをね、認めるってことがね、信頼関係につながりますからね。そうだ、それが人間関係、それが友情ってもんです。でもこの話は関係ないけど、スルサイだ。何事もなくスラッと進んでしまった。とりあえず門の近くまで行ってみるか。全身赤っぽくったって、お前のその謎の勢いがあれば通してもらえると俺は思う。何の根拠だよ。めんどくさがられてるんじゃない？それ、門番の人にめんどくさがられてるんじゃない？ああ、変な奴に絡まれたな。まあ、赤やけど、関わったら、嫌な、なんか、ろくな目に合わないだろうから、通しとこうかな、みたいな。そんな感じじゃないですかね。いじりあるっす。まあ、勇者一行は、まあ、なんとかなるんじゃね？という考えで、門の前、門前まで行ってみることにしました。門の前には二人の門番が立ち構えており、まずシェイラは何も言われることなく門を通り抜けられました。服の赤い人である山田でも何も言われることなく門を通り抜けられました。え？行けたんじゃ。ジバンだけが二人の門番に止められ声をかけられました。なぜだ？ちょうど身体チェックさせていただいてよろしいですか？あ、まさか。この門番の二人、男でありながら男が好きな BL な、そういう感じのあれなんだろうか。そして、ジバンが好みのタイプだったのだろうか。ローブでほとんど体が見えん状態でよく好みだって分かったな。え、俺のどこが悪いって言うんだ。戸惑うジバンに、門番たちは掴みかかります。まあ、服装的にいろんなところ隠してるお前はちょっと怪しいなって思うから、チェックだけはしとこうかなって。怪しいかもしれないから、チェックだけはしとこうかなって思ってもおかしくないけどな。急に掴みかかられたジバンは、焦った様子で抵抗しました。どうしますか？ははは、おとなしくするんだ。山田が入って3対2だ。おなしくするんだ、そのクソハゲ野郎。赤い人よりも厄介じゃないですかね、この赤い人。赤い人、この人たちが言ってた看板の赤い人よりも厄介な気がするな、これ。あなたはそう言って、モンモンと一緒にシバンに掴みかかります。わ、お前誰だよ。何をするんだ、山田。その場の全員が今の状況の意味を理解できず混乱しています。身体チェックをさせてほしいだけなんですが、もみくちゃになりながらも己の仕事を完遂しようと門番の一人が
ジバンのフードに手を伸ばします。それに気づいたジバンは焦った様子で杖を握りました。やめろ貴様ら。あー、そうジバンが叫ぶと上空に大きな黒い雲が現れ、ジバン以外のそばにいた全員が雷に貫かれました。あなたは意識を失いました。焦ったジバンの暴走で雷に貫かれた勇者とシェイラはジバンに運ばれて国に帰ることになりました。シェイラが巻き添えになってるからな。ダメージを受け痛い思いをしたはずなのに、頭が真っ白になり全身が貫かれたように響くあの感覚、勇者はなぜかそれが忘れられませんでした。もう一度雷に歌いたいとまで思うようになりました。勇者は確信しました。そう、その気持ちはきっと恋であると。もう一度会いたい、あの雷に会いたい。ララ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 ラ、恋の落雷落雷落雷中毒になってる、落雷中毒になってるわお前。全員を落ち着かせる、話そうちゃんと。みんなとりあえず落ち着け。なんか山田が窓のことを言ってる。そう言いながら、あなたはジバンとモンバムの間に割って入ります。いきなり掴みかかられる理由が全くわからないんだ。説明してくれないか。なんで山田そんなに真面目なんだよお前。お前前世ではさ、いきなりジバンのことを取り押さえにかかったんだぞお前。どうしてだお前。めっちゃ常識になってるよお前。そうっすよ、よく見てくださいっす。ジバンの兄貴はどこも赤くなんかないんだから。あなたたちは門番に説明を求めました。すると門番の二人は目を丸くして言いました。いや、そこの彼は兜をかぶってて顔がきちんと見えないじゃないですか。赤い人っていうのは目が赤く染まっている人のことだぞ。あ、目だけなんじゃ。あ、目だけが赤いかどうかってことか。最近はどこもかしこもこの話題で持ち切りなのに知らないのか。はず耳だな。勇者一行は赤い人について門番からより詳しく聞くことにしました。最近凶暴な魔物が増えてきているんだが、それと同時になぜか凶暴な人間も増えてきている問題が報告されているんだ。その凶暴な魔物、人間には同じ特徴があることが最近発見されて、それが赤い魔物という赤い人ということなんだ。凶暴な魔物は基本的に体全体が赤く染まっていることが多く、凶暴な人間は瞳の色彩に赤色が出ることが多い。これは魔王の何かの企みによる影響じゃないかとも噂されているんだ。魔物がなんか動きを見せとんやな、近くの町やけんさ。とりあえず近くの町を滅ぼしにかかろうかって制圧しようかなっていう感じなんかな。だからこの町でも赤い部分がある人間は立ち入り禁止の条例を出しているということわけだ。なるほど、瞳が赤いのは魔王の。確かに最近魔物が暴れているとだけは聞いていたっすけど、人間まで暴れているのは知らなかったっす。門番がそう話し終えるとジバンの方へ向き直り、こう語りかけました。ということなので、そこのあなた、目の色彩を確認するためにその兜を一度脱いでもらっていいですか。あ、なるほどな、確認できんかったけんちょっとチェックしようっていうことで止めたんやな。承知した。ジバンはフードと兜を少し浮かせるようにして、目の色彩が確認できるようにと門番二人に素顔を見せました。わあ、ジバン俺にも見せろよ、その顔俺にも見せろよ。その素顔を見た門番たちはハッとした表情になると、次に申し訳ないような罰が悪いような、そんな何とも言えない顔をしてこう言いました。問題ありません、お手数をおかけしました、どうぞ入りください。どんな顔だったんジバ、お前どんな顔だったんやお前。え、何、実は女性だけどそれを隠してるの。だったらさ、もしかして、なんか、窮地の時さ、危ないって言って、キャーってなってさ、
助けようと思ってたら、かぼうと思ったらさ、なんか手のひらが胸に当たってボインってなって、あれっていうラッキースキルがあるかもしれないな。そんなこんなで、ようやく勇者一行は町に足を踏み入れることができたのでした。いろいろあったけど、なんとか町に入ることができたっすね。ああ、早速だが、休憩や資源の調達を始めようか。私、お腹空いたから料理店でご飯食べたいっす。いや、飯の前に先に雑貨屋に行って資源調達しておく方がいいじゃないか。山田の兄貴はどこがいいと思うすか、決めてくださいっす。風俗行こうぜ。あ、俺は料理行きたいな。飯食おうぜ。まずご飯食べに行こっか。なんだそのハートは。お前、にこやかに笑いながら、あなたはシェイラにそう言いました。やったっす。シェイラは嬉しそうです。ということで、勇者は一行は料理店にやってきました。店に入ると早速店員が話しかけてきます。いらっしゃいませ、お客様は3名様でよろしいですか。何で答えます。お客様じゃなくて山田なんですけど。ブレない、とてつもなくブレない山田。なんかお笑い芸人の名前であるかもしれないな。とてつもなくブレない山田。お客様じゃなくて山田なんですけど。あなたはそう言い放ちました。困ってる。店員さん、こんなことマニュアルにあるわけないから困ってるよ。すまない、こいつのことは無視してくれ。発作みたいなもんなんだ。発作扱いされてた。これは重大なやつに病な感じになってるね。3名で大丈夫っす。はい、わかりました。ではこちらへどうぞ。ごめんなさいね店員さん。仕事終わったら後で2人でお茶とかどうすか。店員に案内された席に勇者一行は座り込みます。そして店員は目の前にメニュー表を置いていきました。ごゆっくりどうぞ。まず何か飲み物を頼もうか。そういった地盤はウーロン茶を、シェイラは少し悩んでフルーツオリオを注文しました。何を注文しますか。何々、ビール、タピオカミルクティー。タピオカ流行ってんな、やっぱ今の時代。赤い木の実ジュース。気まぐれジュースってなんだ。気まぐれでジュース持ってこられるのか。よっしゃ、シェフ、お前のセンスに任せる。あなたはシェフの気まぐれジュースを注文しました。なんだそれ、よくそんなもの頼む気になれるな。チャレンジャーっすね、兄貴。すると店員がおずおずと申し訳なさそうな顔で一言あなたにこう話しました。これはシェフの気まぐれジュースなんですけど、本当にシェフの方が思いつくと気まぐれだけで作るので、安全と味の保証はできませんが、それでもよろしいですか。止めろや。それシェフを止めろやお前。何お前、シェフの愚行をさ、傍観してんだお前。よくそんな笑顔でおかしいことやってられるなお前。男に二言はねえ。大丈夫です、これをください。あなたは店員にそう伝えました。おい、本当に大丈夫なんだろうな。倒れたりしても俺は知らないからな。うるせえジバン、これは取れ高を取りたいんだ。取れ高を取るためにやってるんだお前。節約形式の動画が伸びるために取れ高を目指せるんだ。邪魔するな自分。軽い中毒程度なら中毒できるんで、一応準備しておくっすね。頼みます。そんな仲間からの心配を受けながら、あなたはシェフの気まぐれジュースを注文しました。怪しい、中身の色、どういうわけ。中身がなんか異次元みたいな見た目になってますよ、色合いが。悪空間やないか、お前。その後、運ばれてきたそのジュースは黒く賑わっており、独特な異臭を放ち、多大なる存在感を発していました気まぐれよ。シェフの頭の中、ちょっとカオスになってるな、これ。ちょっと働かせすぎじゃないですかね。ちゃんと休暇取ってるんですかね。仲間のジバンとシェイルは、不安そうにこちらを覗いていました。でもせっかく
注文したジュースなので、試しにあなたはそれを一口ゆっくりと口に運びました。その瞬間、世界が変わります。なんだ？なんだ？プラトニック、プラトニック。頭の中に閃光が死刑に、明滅し、辺り一面が真っ白になったかと思うと、何色の色彩が駆け巡り、花を咲かせます。その花も時期が過ぎると枯れ果ててしまいますが、それでも人類は踊るのをやめないのです。その街は、廃れるという言葉とは無縁であると言えます。マンボ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 ー腰を、手のひらを、関節を、しきりにうねらせ、叫び声を上げます。ああ、そうか。人生って、こういうことだったんだな。あなたは今、人生の極地に立っているのです。それを教えてくれたのは必然でも運命でもありません。そう、ただの気まぐれ。一人のシェフの気まぐれでした。そして、あなたは意識を手放し、机の上に倒れました。セースの崩壊。シェフの気まぐれジュースを飲んで倒れた勇者は、仲間に運ばれた一度、国に帰ることになりました。勇者はその日から世界が一変したように見えました。勇者の中で渦巻いていた魔王や魔物への憎悪は払拭され、悟りを開いたとでも言うのでしょうか。とにかく勇者はとても穏やかな気持ちでした。そして魔王や魔物は前世、罪を犯した魂がバツしてこのような姿として転生したのだと知った勇者は、清らかな魂を持つ勇者である自身が罰を下し、救ってやらねばならないという使命感を抱き、罰は身近な魔物友達から開始しました。以前とほとんど何も変わっていないように見えますが、勇者の気持ちは全く違います。ゾワクデイジジジミアゼヤヤ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 ヤあなたはビールを注文しました。え、山田の兄貴、お酒飲むっすか？シェイラは少し心配そうです。まあ今日はもう街から出ずに宿に泊まるつもりだから構わないが、飲みすぎるなよ。そう数分後、目の前に置かれたその飲み物を勇者一行は口に含みました。かわいいなこの顔。とても美味しい。喉越し、朝日、スーパードライ。気持ちが満たされていくのを感じます。料理の注文も終わり、しばらくしてから、シェイラが自身のフルーツオーレをあなたに差し出しながら、こう言いました。このフルーツオーレ、すごく美味しいっす。よかったら兄貴も一口飲んでみてくださいよ。ああ。関節キスじゃないですか、それ、シェイラちゃん。何の抵抗もなく、にこやかに笑うシェイラは、あなたがこのストローが刺さったままのジュースを飲むことを望んでいるようです。ありがとう。食べさせてもらうわ。あなたはありがとうと伝え、シェイラに唇が触れたストローを口に含みました。このストロー、すごく美味しいね。シェイラは困惑した様子であなたを見つめています。着後、シバンの杖の先端が改めがけて飛んできました。ツッコミが入れられましたね。たい焼き食べてるな。そんなこんなで、この後何事もなく食事を済ませ、勇者一行は料理店を後にしました。美味しかったっすね。ああ、雑貨屋までも行けるんやな。順番が変わるだけで。じゃあ雑貨屋行きましょう。次は雑貨屋に行こう。あなたはそう言います。そうだな。はーい。ということで、勇者一行は雑貨屋にやってきました。店に入ると店員らしき人物が話しかけてきます。いらっしゃいませ、お客様、ゆっくり見ていてくださいね。なんてことめ。ブレない山田再び。お客様じゃなくて、山田なんですけど。
そう、あなたは言い放ちました。あの、すまん、無視してくれ。こいつの発作みたいなもんだんだ。この説明2回目でございます。あら、そうでしたか。あら、そうでしたか。面倒くさいからそういうことにしていく店員の意図が見えるね。さすが接客業の人種なだけあって、変人の扱いには慣れているのでしょうか。店員は何事もなかったかのように仕事に戻っていきました。世界にはドキュンという関わったはいけない人間がいますからね。ざっと店内を見渡してみると、とても品揃えがいいようで、様々な道具が置いてありました。そこで資金の管理係であるジバンがまるで母親のようにこう言いました。人妻でなら好きなものを何でも買ってやる。どれか選ぶんだ。やったっす。そう言われたあなたとセイルはウキウキしないから店内を見て回りました。どれを買ってもらいますか。店ショッピングザ店。この店を買い取らせてもらおうか。あなたは店員にそう言いました。ダメに決まってるだろう。何でも一つだけって言ったじゃないか。だから店を一つ買うんだよ俺は。あなたはそう叫ぶと、店員はいそいそ遠くから店の売買についての契約書なるものを取り出してきました。店員も応じるな。かしこまりましたと言いたげな感じで出すな、お前。契約書、お前。それをして、あなたはそれに迷うことなくサインしました。おい山田。そしてあなたは勇者ではなく、この店の店主となったのです。町にあるとある一つの店を買い取った勇者は、その店の店主となり経営を始めました。昔の夢は店を経営して億万長者になるだったことを思い出した勇者は、その夢を叶えるために一生懸命働きました。しかしやはり自営業というのは大変で、何もかも一人で暮らさなければなりません。王様に雇われていた頃を思い出しながら格闘の日々を過ごしました。長い年月を経てようやく経営を軌道に乗せることができた勇者は、今日も元気に店を開きます。幸せじゃねえか。バック、お花のブローチが欲しい。ブローチ買って。あなたはそうねだりました。なぜそんなものを。まあいいけど。やったー、お花のブローチだ。どっかでいい女見つけてナンパしてやるからな。大丈夫かジバン、頭痛いんか。なんか病気か。欲しいものも手に入れ、必要なものも買い終わった勇者一行は雑貨屋を後にしました。今日はもう休もうか。あなたはそうお二人に伝えました。やることは大体済ませたよな。そうっすね、兄貴の言う通り、そろそろ宿探ししましょう。勇者一行は今日泊まるべき宿を探し始めました。そうして少しボロい一軒の宿屋に前にやってきました。あら、この店員さんおっぱいでかいな。おっぱいの膨らみがこのドット絵でも分かるぐらいでかいな。でかいな。宿屋に入り、カウンターの店員に話しかけます。あれ、これもしかしてこの人にブローチを渡してナンパできるんじゃないですかね。お持ち帰りできるんじゃないですかね。お帰りなさいませ、お客様。今日はどういったお部屋に泊まられますか。また出たよ。やっとこう、これもう流れがわかるわ。流れがな。お客様じゃなくていいかどうぶん。毎度毎度この悲壮感な BGM 流れるからな。やっぱそうなるよね。なんでもないんだ。こいつちょっとおかしくて、空いてる部屋を教えてくれ。今日はお客様が少なくて、基本どんな部屋でも空いております。一人一部屋でも大部屋でも宿泊可能ですよ。どっちの方が面白い展開になりそうかな。どっちが方が面白いってなんだお前。安牌とかじゃなくてさ、もうどっちが面白い方向に転がり込むかなっていうのをちょっと楽しみにしとるところがあるからな。この選択どうなるかな。みんなで一緒に泊まろうかなって思うんやけど俺は。みんなで一緒にやろうぜお前。あなたはお二人にそういう意見を伝えました。
しかし男女同じ部屋ってあまり良くないんじゃないか。セイラも太ずに嫌だろう。ああそうか、そういう意味か。どこがいいんじゃないですか、ジバンさん。あ、気があるのでちょっと目つぶってもらっていいっすか。ああ、いいよ。あ、気じゃダメっす、エッチ。そういう展開がいいんじゃないですか。私は二人となら別に構わないっすよ。ほら、シーラちゃんだってそう言ってるやん、二人。ねえ。え、そうなの。では、鍵をお渡ししますね。やったぜ。ベッド二人つかないじゃないっすね。あ、シーラちゃんと一緒に寝ればいいんか。シーラちゃん。シーラちゃん、一緒に寝ような。そして、大部屋を借りた三人は、今日はとても疲れたからという理由で、さっさと寝ることにしました。あれ、ベッドが一つ増えてる。え、おかしい。ベッドが一つ増えてるぞ。どっから出してきたん。え、俺シェイラちゃんと一緒に一つのベッドで寝ようと思ってたのに。あれ、寝る前の準備を済ませ、勇者一行はベッドに潜り込みます。じゃあ明かりを消すぞ。おやすみなさいっす。部屋は一瞬で真っ暗になりました。そして二人とももう眠ってしまったのか、あたりはシーンと静まり返ります。どうしますか。修学旅行の夜か、お前。セイラーに話しかけようか。好きな人いるのってね。ねえねえ、好きな人いるの。あなたはこっそりと小さな声でセイラーに話しかけました。え、あー、セイラーちゃんの背中だ、セイラーちゃんの背中だ。セイラーは顔を赤くしてこちらの方を見てきました。明日も早いんで早く寝てくださいね、兄貴。そう、そっけなく返事をすると、セイラはそっぽを向いてしまいました。お前、経験したことあるだろ、お前。じゃあ、あなたは明日のことを考え、さっさと就寝することにしました。いろいろ考えた一日だったせいか、目を閉じた瞬間、すぐに眠気に誘われ、あなたは深い深い眠りにつきました。眠りについてどれほど時間が経ったでしょうか。誰？またなんか変な人出てきたよ。美人だけどさ、なんか角生えてる。魔物系？あと露出が多くておっぱいが大きいっていう、そういうところに目をついてしまうのは俺が男だからだ。アーダは多少の寝苦しさを感じ、うっすらと目を開きました。すると視界に奇妙なものが映ります。なんだろう、夢だろうかと大して気にも留めず、あなたは再度眠りにつこうとしました。しかし奇妙のそれは徐々に近づいてきて、あなたに語りかけました。ねえ、起きて、勇敢な勇者様。聞き覚えのない女の声が聞こえ、これは夢じゃない。そう思ったあなたは目を見開き、ベッドから飛び起きました。すると目の前には妖艶な雰囲気を漂わせた少し幼い見た目の一人の女が立ちはだかっていました。エロい。その女は一見人間のように見えましたが、体のところどころに見える奇妙な角や触覚が彼女が魔物の類であることを物語っています。きっと魔王の仲間だ。そう思ったあなたは体が身構える感覚を覚えました。しかし今まで眠っている勇者一行を目の前にしたというのに、彼女は一向に襲ってくる様子はありません。確かに襲ってくるんだったら寝とる間にやればいいのに、わざわざ起こす必要なかったのにな。なんだ彼女らの彼女らって。ああ、魔王を含むでか。よかった、一人なのになぜかラっていう複数形やけん、どうかなと思ったけど、一体魔王は何を企んでいるのでしょうか。勇者たちの冒険は一筋縄ではいかなそうです。最後に一言、勇者はこう言いました。おっぱいの感じいいですね。アダはそのあなたの言葉に目の前の魔物は答えました。ふふふ、その発言魔王様にチクるからね。なだったの、おっぱいがどうしたって言うんだい。